新記録に挑戦する消防犬はまだですか？今こっちに向かってる。もうすぐ来るわ。多分あとちょっとで。マーシャル到着。待ってたわマーシャル。お待たせ。ポン。では本番3、2。おはようございます。アドベンチャーベイの皆さん、今日はマーシャルが世界一速い消防犬になるためのタイムアタックにチャレンジします。マーシャル一生懸命やればワンダフル。様々な消防活動を終わらせ、10分以内に鐘を鳴らせたら世界新記録達成。トロフィーはマーシャルのもの。位置についてよーい。まずは障害物ダッシュ。大丈夫。次は救出活動だ。待ってて、今助けるよ。いい感じ、すごく速いぞ。新記録だ。最後は消火活動。ウォータージェットセット。発射。パン。パーフェクトにできた。よし、鐘を鳴らしに戻らなきゃ。一生懸命やればワンダフル。しまった。大変、火がついたわ。みんな逃げて。大丈夫、僕に任せて。パン。ウォータージェットセット発射。よかった、火事になるところだったわ。やったねマーシャル。ありがとう。あ、でももう世界新記録は無理だよね。まだ30秒ある。諦めないでマーシャル。いけいけマーシャル。イエーイ、燃えてきた。皆さん残念ですが、マーシャルは新記録を出せませんでした。あー惜しかった。でもよくやった、すごかったぜ。シールドね、かっこよかったよ。僕ワンダフルだったでしょ。その通りよマーシャル。自分の記録よりも町のみんなのために本物の火事を消したんですもの。ということで、あなたはアドベンチャーベイのヒーローよ。これを受け取って。それって世界一速い消防犬がもらうんでしょ？いいえ、これは世界一ワンダフルな消防犬がもらうトロフィーよ。本当に？ありがとう。やったねマーシャル。おめでとうマーシャル。さすがパウパトロール。ありがとうケント。ありがとうみんな。よし、みんなでお祝いをしよう。なかなかいいスタートだったよな。マーシャルかっこいいであります。ほんと乗ってるよね。こんな溺れてまうわ。呼んで。イエイ、いけいけ。特訓の成果バッチリや。なんかちょっと恥ずかしいな。よっしゃ、次はワイも世界一になってトロフィーもらうぜ。俺も挑戦するか。何でも一生懸命やれば。うわ。